まあ結構これが最後の試合、どっちが決まるか、どっちが勝つか決まる試合なんで、結構ちょっと僕もちょっと緊張したんですけど。で、まあ1ラウンド目。まあこれはグーが黒いんで、しかも車のナンバープレートは真ん中に黒い丸がないので、まあウルグアイのとかの都市かなという感じがしましたね。で、今地名を、大体都市になると僕は地名を探すんですけど、まあ地名があんまりないかな。地名があまりなかったので、まあ、地名書かないから、もうどっかの都市、まあ、どっかヘチするしか、まあ、どっかの都市をガチャガチャするしかないかなという感じだったんで、まあ、なんとなくなんか、ちょっと、雰囲気的になんか、もしかしたらここかもしれないなという、まあ、希望的観測で、そこを押しましたね。まあ、本当に何もなかったんで、地名が。まあ、でも結果としては、まあ、モンテビデオのすぐ近くの郊外の都市だったと。まあ、全然ダメージは、まあ、差がつかなかったですね、ここは。次ここですね。まあ、第2世代であると。まあ、延期のぼやけがあるので第2世代だと。そんで、まあ、生垣があるんで、まあ、イギリスかアイルランドと。で、家がもう白い家と、白い壁と灰色の屋根で、まあ、アイルランドかなっていう感じになりましたね。まあ、ジャージーとか思ったんですけど、ジャージーだったらあんな家はなんかあんまないかなと思うと、もっと画質が悪かったりする、ジャージーは画質が悪かったりするんで、まあ、これはアイルランドかなという。まあ、ジャージーだったらちょっと痛かったんですけど、まあ、アイルランドかなという。感じにおいて、で、結果的にアイルランドで、まあ、相手も勝ったんで、これはあんまり差がつかなかったかなと。次ですね、次がですね、まあ、ここにビアって書いてあるんで、完璧にイタリア語で道なんで、これはイタリアかなという感じになりまして、今、地名を探してるんですけど、大体こういう看板いいですね、コミューンディなんとかって書いてあるんですよ。コミューンディっていうのがあったら、コミューンディ自治体なんで、イタリアの。コミューンディって書いてあったら、それが地名で、それを探してたんですけど、何もなかったんですよ。で、ここにローマって書いてあったんですよね。でも、さすがにこれ、ローマじゃないだろうって、ちょっと思ったんですよね。なんか、木が、こんなローマってこんな針葉樹入ってたっけってなったんで、まあ、さすがにローマじゃない、かなという感じになってて、でも、もう正直言って北にも見えないんですよね。あんま北っぽくもないなという感じがしたんですよね。だから、本当にこれ分かんなかったんですよね。どこの都市なのか全然分かんないんで、本当に地名がなかったらどこに押そうかなっていう、もう悩む。なんですけど、まあ、全く地名が全然見つからないと。で、相手に押されたんで、まあ、これ困ったなと思って、まあ、どっか、まあ、真ん中もちょっと北ら辺にしようかなという感じでしたね。まあ、ローマに押そうかと思ったんですけど、まあ、ペルギアっていうのがあったんですね。ペルギアにしようかなと思って、まあ、ペルギアら辺に押したんですよね。結果的には、まあ、結構南の方だったんで、まあ、ローマに押しとけばよかったなっていう感じでしたね、これは。まあ、結構イタリアの地域ちょっと僕わかんないんで、ちょっと難しかったですね。で、次は、なんか結構砂漠なんですよ。この黒い、あとこの景色で、完全にキジルの景色だなと思いましたんで、まあ、キジル、このキジルっていうのは、まあ、何県だったっけな、トゥバだったっけな、トゥバってとこだったかな、わかんないけど、トゥバ州だったかな、キジルがあるとこわかんないけど、そう、キジルの周りが結構こんな乾燥してる景色なんで、ロシアでもこんな乾燥してる景色って結構キジルとかその辺なんですよ。あと、まあ、ギザギザの山とかがあるのは基準なんで、そこでもう道路を探してたんですよね。そう。景色なもう分かったんで、ここら辺の地域だって分かったんで、もう道路を、基準でその道路少ないんで、探せるんですよ。そんで、そうなった時に、ここにいいのがあると。これだなというのがあったんで、もうここで押しましたね。まあ、ロシアは結構こういう特徴的な景色とかあるやつが多いんで、こういう特徴的な景色は結構覚えると結構アドバンテージがありますね。まあ、こうやって 5K でしたりするときがあるんで。で、結果的にこれは当てて、まあ、5K できましたと。まあ、でも相手もまあ、分かったんで、あんまりダメージは食らわなかったかな。まあ、800ぐらいで、あんまりダメージは食らわなかったんで。んで、まあ、次は、結構綺麗な景色。まあ、第4世代なんですけど、結構綺麗な景色で、まあ、スノーポールはですね、ちょっとフィンランド見えたんですけど、まあ、フィンランドこんな綺麗な景色ないなと思ったんで、まあ、ノルウェーかなという感じでしたね。まあ、スウェーデンもあったんですけど、まあ、ちょっと怖かったですね、これはちょっと。まあ、ノルウェーかスウェーデンかなという感じでしたね。まあ、でもこんな綺麗な景色、スウェーデンあんまなかったし、なんかそんなスウェーデン山ないだろうと思って、こういう結構山はそんなないだろうと思ったんで、まあ、ノルウェーのどっかかなという感じでしたね。まあ、これは結構、今、それ以外の、これをスノーポール以外のやつ探してるんですけど、まあ、なかったんで、なんもなかったんで、まあ、ノルウェーかなという感じで、まあ、トロンドヘイムとか、そこら辺かなという感じでしたかね。
まあ、結構これは怖かったな。結構怖かったですね、これは。でも結果的に、まあ、ノルウェーだったんで、まあ、相手が近かったんですけど、まあ、そんなにダメージ食らわなかったんで、まあ、なんとか生き延びたって感じですね、これは。なんとか生き延びました、これはね。で、次なんですよね。次がですね、結構これ、ちょっと気持ち悪かったんですよね。なんか、まあ、なんかこの言語がラテンとか、ラテンアメリカみたいな感じの言語で、まあ、枝があったんですけど、電柱が結構、はしご型で、でも、なんか、電柱はしご型なんで、まあ、ブラジルかなと思ったんですけど、ブラジルこんな景色あったかなって思っちゃったんですよね。まあでも正直ブラジル以外の国もそんなこんな景色持ってないんで、まあ、ブラジルぐらいしかありえないかと思ったんで、まあ、そうブラジルだって考えた時に、まあ、ヒントになったのがまずは植生ですかね。この結構今ヤシの木生えてると思うんですけど、こういうヤシの木って、このヤシの木ってあのなんだ ババスっていうヤシの木なんですよ。ババスだったかな、ババスっていうヤシの木で、これはあのマラニャン州とかに結構多く生えてるんですよ、このババスっていうのが。だからまあマラニャン州かなと思ったんで、でそんななった時に電柱見たんですよね、電柱を。で、電柱の多分、その端のところにちょっと、多分黄色いのがあったんですよ。で、黄色いのがあったから、これ多分マリアナの電柱だなと思ったんですよ。そう、マリアナの電柱はですね、あの端、電柱の横にですね、黄色いステッカーがあるんで、まあ、それでもう、あ、これ完璧にマリアナ州かなって思いましたね。まあ、ワンチャンちょっとね、違うとこ、まあ、ブラジルじゃないかもしれなかったんですけど、まあ、これちょっと怖かったんですけど、まあ、そこしか思いつかなかったんで、まあ、マリアナで勝負しようと思って、まあ、結構前に出たんですけど、まあ、これはね、結果的には、いい、あの、前出し、いい、あの、勇み足、わかんないけど、なったんで、いい決戦になったので、まあ、結果的に勝利したと。で、予選を僕は突破できたと、いうことです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。